はいどうもということで今週も始まりましたるはバナナ TV のお時間でーす。やと申し遅れました。私番組 MC を務めさせていただきますのは局長のノーリーと安田美子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この番組はサナナ TV で放送されている番組情報や現在活動中のプチスターをお招きするゲストコーナー、各地で日々行われているイベントの情報、潜入レポート、そしてかまことくまこのどこまでやらのコーナーなどなど盛りだくさんの内容でザンザンお届けするサナナ TV 総合案内番組です。秋めいてきましたね。やっとこさですね。涼しい。やっとこさ、朝晩逆にもね、原付とか乗ってたら寒いぐらいですよ。朝晩宇宙でどうやって原付乗るんですか。ねえ、ね、つってない。つってない。あ、そういう夢を見る、ね、見る感じ、ね、うん、はい、だいぶ涼しくなってね、はい、ね、過ごしやすいですね、うん、ね、急に温度下がったりとかするのでね、うん、お風邪とかひかれませんようにお気をつけいただきたいと思います。そうそうそう、ね、体調気をつけていただきたいですね。はい、ということで、はい、今回は早いですが、はい、そろそろあの CM の方に、ま、終わるんじゃないですか。早すぎますね。早すぎますね。はい、じゃあ CM をご覧ください。溢れるほどに合わなキス、持てる体を見たい、深く感じるままに、トーマローズ First Single Eyes on You 聞いてね。歩いているけど夜も流れさない、誰に見せればいい涙、トーマローズ泣きた夜に君はいない、オンセール。はい、お帰りなさい。あ、危うく終わるとこですね。終わるとこですね。ね、番組2分しかない。よかったよかった、気がついてよかった。よかったよかった。終わったら今日の話できませんやん。できません。何の話しようと思ってるんですか、今日は。今日はですね、あの先日9月9日に参加させていただきました。はいはい、うん、あの、シャナナ TV でおなじみ、はい、アスク…言ってない、言ってない。アクス…アクス…アスクフォークオリティの、アスクフォークオリティの、はい、MC をされていらっしゃいます、はい、林専門家吉田千春さんのサロンですね、うん、イビュールの15周年、15周年、そして、うん、水素美容、高濃度水素美容メディティアの5周年、5周年ということでね、祝賀会を、はい、祝賀会ね、はい、開催されまして、そちらの方に、はい、うん、私たちもお邪魔してきました。はい、ということで ね、まあ、とても素敵な会でした。とっても素敵でした。ね、あの盛大なだけではなくてね。はい。うん、ね、でね、うん、まずあのその日の、はい、頭トップバッターで盛り上げてくださった、うん、そうそう、あ、もう中身入っていきますか。入っていきます。うん、はい、あのね、アスクフォークオリティのゲストにもご出演くださいました。はい、志保明乃さんと、はい、ともに、うん、花房真希さんがね、はい、あの宝塚元宝ジェンヌのお二人が、はいはい、あの調べとこうや先に始まる前にな、パーティーね、まあ、パーティー、ね、パーティーじゃない、もうちょっとテンパってガンスルーです、ね、ガンスルーですね、お辞書を、うん、知ってくださいまして、何をした、オーディション、宝塚歌劇団に、あ、そう、オーディション、オーディションで聞こえた、なんでオーディション、僕ら、あの、3番熊田明憲、踊りますってやるんかなと思って、あれ、オーディションしたっけな、違う、私が最後、そう、ダンスいまいちね、みたいな、はい、ね、うん、してくださいまして、はい、うん、もうね、うん、感動してね、泣いてらっしゃる方もいました、あのね、僕もだってあれ、めっちゃ感動しましたよ、めっちゃ良かったですよ、あのね、宝塚ね、あの、ハマんの分かります、分かります、あのね、僕男ですけど、うわーって思いましたもん、でね、うん、私たちは、うん、ブースをね、サナナ TV の当日収録させていただくブースをね、うん、置かせていただいたんですよね、そうなんですよ、なので、あの準備等々で、はい、あの早くからね、うん、入らせていただいて準備してる横で、うん、リハーサルが行われていたんですよ、貴重なリハーサル ね、うん、なのでその皆さんより先にちょっと歌声とかをね、そう聞かせていただいて、おっとっと思って、うん、もう手止まりますよ ね、 そうですね、しかも超レアなのはまだ衣装を着る前というね、ね、うん、本当に素敵でした、ねね、でこのね、
の方々は、千春さんが、されていらっしゃったね、ラジオ番組の方、はい、まず、ご出演くださって、うん、で、まあ、シャナナ TV の方にもね、お越しいただきまして、というご縁でね。ねえ、そんな宝塚のおじいの方とね、そんな、まあ、同席させていただくに近いような状況でしたからね、こんな貴重な機会、なかなかないですよね。ね、本当にもう皆さん口々にねおっしゃってましたね、うん、もう素敵やったね。そうですよね。なんかもう本当になんかもう夢見心地になるっていうのはあのことですね。なんかもう何て言うんですか、パーティーで余興で歌ってはるっていう、なんか僕らその舞台慣れてるから、なんかそういうなんていうななんていうか慣れてる感っていうのが あるんですよ。生意気ですけど、なんですけど、なんかねやっぱり。ああいう本当の宝塚の方が出てこられるとね、なんかもう空気が、なんていうかね、もう僕であっても、なんていうか、変わっちゃうというか、もうね、宝塚なんですよ。もうね、完全に空気を変えてしまうだけの、やっぱりね、オーラというか、なんかプロなんですね。本当にそのせい、もう完全にね、ふわーって僕なって見てましたもん。そのお二人の他にも、はい、あのお式の方にはね、うん、あの元宝塚の方が他にもね、はい、お越しいただいてまして、で、まあ、あのそれをね、うん、一番最初にそれでも飾ってくださったんですけど、その前に、うん、あのご挨拶をね、はい、してくださいまして、はい、メディティアエグゼブエグゼグあの、ね、メディティア エグゼクティブ代理店のちょっと待てあのさっきから読むやつ一個も読めてないやつ、メディティアエグゼクティブ代理店のはい、のルツナの、はい、オーナーでいらっしゃいます、はい、斉藤恵子さん、はいはい、がね、うん、あの代表として、はい、代理店の、ね、代表として挨拶されたんですけど、はい、もう毎回ね、うん、こういう会がある時に、うん、準備の段階から一緒にね、うん、千春さんの力になって、はい、そうですよね、同志、ね、な印象ですね、僕らから見ると、ね、なんかもう本当に、まあ、二人三脚ではね別の代理店は違うんですけど、うんうん、でもなんかもうほんまにね、うん、戦友というか、うん、同志って感じしますね。右腕右腕何て言ったんですか、この間二の腕めっちゃもうね、もうあの人あれやね、千春さんの二の腕やねって普通の顔して言いましたからね。え、どういうことつってあのプルンって、え、どういう意味、どういう意味なんそれ、何が言いたいのって聞いたら、熱い、なんかもう熱い、ね、すごい重要な役割の人のことを言うやん、二の腕って、じゃあじゃあ右腕でしょっていうね、すっごい ね普通にね、天才か、難しい顔してすごい二の腕やな、あの人はみたいなね、もうね、穴っちゃ穴から汗出ましたわ。自分もね、あのね、やっぱね、計算で笑かそうとする人間からするとね、計算せずに笑かせる人間ってね、ずるいあのね、嫉妬しますよね、そういうのね、うん、ずるいなと思います。はい、ね、まあまあ続けてください、まあまあ、はい、がね、うん、あのご挨拶とともに話進みませんやん、曲ちょっと持っていくからじゃないか、タイムが全然とともに、うん、あのね、ご挨拶とともに、あの準備から、うん、準備からね、受付から、うん、ね、もう何から何までご用意いただいた、ご用意というかね、うん、もう一人の力、ね、もう分かんなくなって二の腕ね、はい、うんうん、そう、はい、になってね、うん、やってらっしゃいました、はい、それからですね、うん、当日に、うんうん、あのご挨拶をしてくださった方で、はい、こちらもアスクフォークオリティのゲストにお越しくださいました、はい、株式会社自立支援センタービーズの代表取締役の渡辺さん、うん、あー、いいお話されましたね。まさにね、今週もあの、うん、アスクフォークオリティで第2週目の放送として、うん、今週もあのご出演していらっしゃいますので、ね、ぜひご覧いただきたいんですけれども、ご自身がね、筋ジストロフィーで、うん、車椅子に乗ってらっしゃって、うん、で、まあ、ご自身がね、うん、あの介護を逆に受ける側になって必要なことっていうのすごい分かることあるじゃないですか。そう、だからこそ分かることですね。そう、だからこそ分かることを持って、うんうん、まさかの、はい、その筋ジストロフィーになってからですよ、うん、でお子さんも生まれてからですよ、うん、あの改良されて、そうなん
ですもうすごいです。もうとにかくすごいし、で何でも諦めなければやりたいことできるんだよっていうのをね、すごくあの番組の中でもお話ししてくださってますので、ぜひぜひご覧いただきたいと思いますし、当日もねすごい素敵なご挨拶をしてくださっておりました。ちょっと泣きそうになりましたよね、あの挨拶ね、千春さんに対してのね、やっぱり千春さんの人柄ですね、ああいうご挨拶いただけるっていうのは。そうですよね、本当感動しました。そして、当日ねカメラなどを担当してくださった方々に、ね、1500枚も写真撮っていただいたみたいで、そのうちお一人はね中戸井さんって、あのこちらもあのアスクフォークオリティにゲストでお越しいただいた方なんですけれども、はい、あとはカメラマンもお一方が野口さんね、はいはい、あのお越しくださってまして、1500枚、それをね順次ね千春さんがね、Facebook の方でどん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 上げてらっしゃるので、ちょっと覗いてみていただきたいなと。いいですね、すっごい綺麗な写真ですよね。ねえ、まあ局長おかしな顔の写真一枚出したけどね、こちら。僕の写真ね、これ、ここへ出すんかい。めっちゃいやらしいですよね。ねえ、もうこれね、なんか女子高生よね。ねえじゃあ。もしくはね、人によってはね、これお腹痛いに見えるらしい。そうそう、お腹痛いに見えるらしいですね。はい、はい、ということがありましたり、はい、あとはね、もう当日本当に私たちも、はい、あのすごいお力添えいただいたんですけれども、司会進行されていらっしゃいまして、こちらもアスククオリティの方にゲストでご出演。あの先から、ね、3回に1回も言えてないですよ。アスククオリティの方にゲストでご出演いただきました、はい、友井川康子さん。はい、友井川さんね、お世話になりましたね。本当に私たちね、その当日ブースで、あのいろんな方々にね、あのお話いただくっていうことをね、させていただいたんですけれども、そのお声掛けとか、ね、今やっていいよとかね、すごくね、誘導してくださって、そうなんです、全体進行をね、把握してこっち側にもいろいろ教えてくれはってね、次やりましょうかとか、次こうしましょうかとかって言って、いろいろと振ってくれはってね、すっごいほんま心強かったですね。ですよね、めっちゃ助かりました。この場を借りてありがとうございました。ね、そして当時どの司会も、もう本当に素敵な、いやもうあの方のね、やっぱりそのテンションというか、なんか硬くなりすぎず、ちゃんとそのなんていうか千春さんの、あの柔らかい優しい雰囲気をちゃんと壊さずにというか、よりもっとなんかなんていうんですか、 みんながリラックスできる雰囲気に持っていってくれはったなって、すごいなんか本当に雰囲気良かったですよね。ね、面白おかしくするところはそうな感じで、ね、でもなんか感動の部分ではやっぱり感動な感じで ね本当に素敵な進行でした、はい、と、もう共に全てが、ね、やっぱり千春さんがずっと時間をかけて準備されて、ね、来られたので、もうすごいたくさんの方がすごい素敵な素晴らしい笑顔で一日を過ごしていらっしゃったので、なんかね、すごい印象的やったのが、もうなんかみんな注文を送って言ってもキャイキャイ言うながら、こうみんなで写真撮ってはって、すっごい楽しそうにしてはったのが、すごい印象的でしたね。もう本当、あのお写真見ていただいたらその当日の、ね、雰囲気が伝わってくると思うので、ぜひあの吉田千春さんの Facebook の方、一度ご覧になっていただきたいと思います。はい、はい、千春さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。そしておめでとうございました。はい、はい、ということで、はい、続きましてを、続きましてをよろしくお願いいたします。何でしたっけ。よろしくお願いします。そうそう、さっきねネットを見てたらね、あれなんですって、有効求人倍率、僕も言えてないですね。どないやっちゅうね。有効求人倍率、そうそうそう、有効求人倍率をね、はい、まあ、めっちゃ上がってるんですよ。はい、と有効求人倍率ってどういうことですか。有効求人倍率って言ったらね、さっき、めっちゃ慎重に喋ってますよね。なんか有効求職者数に対して有効求人数の比率なんですよ。入ってけえへん。まあ言うたら、仕事したいよって言って仕事探してる人と、あの働きって探してるよっていう人のそのマッチングの比率ですわ。で 1.48 倍ということは、求人してる側の方が多いってことです。あ、じゃあ100人求人を求めてる人が、仕事したい、仕事したいって人がいた場合、148の、求人があるっていう、会社とかが求めてる、そうそうそう、っていうので、すごい、そんななってんのってちょっとびっくりしたんですよね。全然人が足りてないってことですね。そうですそうです、ね、でね、ちなみにね、リーマンショック、2009年のリーマンショックの時に、ものすごい求人数が落ち込んで、で、求人者数がすごい増えたんですよ。で、その時の有効求人倍率は
0.48 倍やったかな、 0.49 倍、うん、なんか何しか、仕事したいって言ってる100人の人が仕事したいって言ってるのに対して、うん、仕事が48とかぐらいしかないっていう、うん、そんな事態に陥ったこともあるんですよ、うん、つい10年も経たない前ですよ。に対して今は50件の求人が余ってしまうぐらいまで、うん、要は求人が回復してるってめっちゃびっくりしたんですよ。だってね、うん、もう10年前と今とでもほら、うん、これいつも例になりますけど、スマホのね、うん、普及率っていうか、うん、とかもね、うん、ガラッと変わりましたもんね。そうですよね、うん、でこれが、まあ、全体の全業種、うん、全職業で、うん、まあ、一応基準はハローワークなんですよ、はい、サンプルになってるのはね、うん、でそれで、もう一個ね、転職求人倍率っていうのがあって、うん、これはね、出店はリューダーエージェントサービスさんなんですけれども、あの転職求人倍率というのが 2.47 倍、つまり100人転職したいと思ってる人がいて、それを、受け入れるところが250社あるってことですね。100人に対してそれぐらい、要は求人が求められてる、人が求められてる時代やっていうニュースをさっき見てめちゃびっくりしたんですよ。でも、うん、で、アミちゃんからツッコミが入りまして、うん、先ほどね、うん、で、それってどういうことなんみたいな話だったんですけど、うん、よくよくね、こう中身をこうまた僕ちょっと調べるの好きなんで、うん、ちょっと調べてみたんですよ、うん、そしたらね、やっぱりね、単純に求人って言ってもなんていうんですかね、そのやりたい仕事、やりたくない仕事っていうのが世の中にはあるじゃないですか、うん、でね、それをね、いろいろ見てみると、うん、ちょっとね、一応予備知識として、うん、やりたくない仕事ランキング、これ一般的にやりたくないってよく言われる仕事のランキングみたいな感じで、うん、出してきたのはですね、はい、まあ、1位からいきますね、こう少ないので、はい、1位が営業、営業職、うん、で、2位がシステムエンジニア、システムエンジニア IT 系の、言うたら作業する人ですね、はい、それから、ざっくりですけど、店員ざっくりすぎるわ、うん、まあ、飲食店とかアパレルとか、うん、まあ、いろんなところ、まあ、カラオケボックスとかもそうでしょう、そういう店員、うん、これあんまりやりたくない、うん、で4位が運転手、うんうん、で5位が教員、うんうん、っていうふうに、まあ、5大ランキングであるんですけれども、これがね、ちょっとびっくりするのが、そのやりたくない仕事の2位システムエンジニア、これインターネット専門職、組み込み制御ソフトウェア開発エンジニア、の、有効求人倍率っていうのがあるんですけれども、これがね、ともにね 4.9 倍 4.4 倍なんですよ。わかります？わからない。つまり、やりたくない仕事上位が、要は企業が求めてる人材上位なんですよ、わかります？営業一番求められてるの？まあ、営業はね、大卒で入って、まあ、最初の、なんていうんですかね、登竜門的に、まあ、営業職をやる、営業で入社っていうのももちろんあるんですけど、そっちのちょっと求人倍率、ごめんなさい、調べてなかったんですけど、はい、その、システムエンジニアに関しては4倍を超えてると、うん、で、ここのやりたくない仕事ランキングには出てないですけど、うん、やっぱりね、人が万年不足してるといったら、介護、福祉、あーですよ、うん、これも有効求人倍率が3倍を超えてるんですよ、うん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 、で、あとは建設エンジニアっていうのも4倍を超えている。建設エンジニアさん、建設エンジニア、ちょっとごめんなさい、建設のエンジニアですわ建設のエンジニアですわ、うん、そのまんまですわな何する人かは知りません、はい、やったことない。今ちょっとめまいがしました、はい、っていうふうに、うん、なんていうんですかね、やりたい仕事、やりたくない仕事って、やりたくない仕事の方がもちろん人がめっちゃ足りなくなって、そこが求人倍率を上げてるだけっていう話なんですよね。なので、やりたい仕事に関してはやりたい人がいっぱい余ってて、でも求人は少ない。でもね、うん、そんなシステムエンジニアとか、うん、いくら欲しいって言ったって、うん、それなりのちゃんとなんか知識とか技術、ね、うん、がないとやりたくてもできないんでしょ。できない。だから、うん、でも教員なんかやりたくないランキング何も、うん、私教員になりますよ言ったって絶対できないでしょ。まあね。でしょ。あ、うん、できひんのか。アボニーはできひんでしょ。いや、でも小学校の先生とか
無理なのか。無理ですよ、ちゃんと学校行って。え、でもうちの妹なんかあれですよ、あの講師みたいになってますよ。講師は、あ、だからそれ、あ、それなんか違うんですよ、ちゃんとした教員の、あ、まあまあまあ、あれがね、うん、そう、まあでも教員でも楽しいですよ。いやそれはね、それだからやりたい人からしたら楽しいけど、うん、やりたくない人からしたら楽しくないから、迷惑な話ですね、うん、でも何ですかあれなんですよ、世の中の需要と供給がこう噛み合ってないから、うん、有効求人倍率が高く見えるだけやっていうことが、うん、なんとなくちょっと見えてきたっていうことですよね。なるほどね、うん、なんかね、うん、今、うん、もし子供、自分たちが子供やったら何になりたいとかって言われたら、すぐにパッて言えます、うん、スポーツ選手とか、まあこの間話題になったんだ、 YouTuber になりたいって ありますよね。なんかあるじゃないですか、うん、で、私子供の時とかはママよくありがちな保母さんとか、保母さんですね、看護婦さん。今自分が子供やったらなりたいものパッてあるかなと思ったら、そんななんか浮かんでこないんですよ、うん、ああなるほどね、うん、でね、うん、あのそのもしなりたいものがあったとしても、うん、それだけをやるって結構怖いじゃないですか。ああ、それめがけて、うん、要は準備して、うん、じゃあ20年後その職業があるかっていう話ですよね。あるかだし、うん、もしそれがやってみて、あ、違うって思った時に、うん、ああ、逃げ道ないですよね。そう、うん、だからね、私ね、うん、やりたいこともやりたくないこともね、うん、一通りね、いろいろ経験した方がいいんじゃないかなと思うんですよね。ああ、そうですよね、うん、可能性は追求して損ないですからね、同じ、ね、人生一回きりなんですから、うん、まあもちろん人生一回きりやからやりたいことだけやりたいという考え方もありますけど、うん、人生一回きりなんやったらいね、やりたいこともやりたくないこともいろいろ何でも欲張ってやってみるのもありですよね。まあね、うん、いいと思います。だから私も全く違う仕事をいろいろ点々とやってきましたけど、うん、全部身になってますもん。ああ、そうですよね、うん、で、なんかね、僕思うんですけど、そのやりたくない仕事がね、うん、なんかもうなんていうんですかね、やりたくないことはやりたくないっていう風潮も、うんうん、なんかどうかなって思うんですよ、うんうん、まあその通りだと思うんですよ、うん、やりたいことやりましょう、やりたくないことはやらなくていいです、うん、だけど世の中こうなってるんだって考えると、誰かがやっぱりやりたくないことやらなくちゃいけないわけじゃないですか。そうですね、そこがね、なんか、うんうん、やりたくないことは人任せっていうのは無責任。ああ、わかります、うん、でもね、うん、できればこれの介護職っていうのだけはやりたくない人にはやってほしくない、うんうん、まあね、なんか事件多いじゃないですか、まあ、それはもういやいややってるから身代わり打たせるのにもねとか、ひどいやり方したりとか、ね、要は思いやりのないことをね、やっぱりあの仕事はね、本当に心ある人にやる、うん、そうですよね。なんか仕事に対する意欲っていう考え方がね、なんかちょっと変わってきてるような気がするんですよね。このままだなんか回らんようになっていくんちゃうかなみたいな、と思います。だから私、ね、あのとにかくね、子供とかにも言ってるんですけど、うん、やるって決めたら、うん、やりたくやない仕事とか、うん、どうとか関係なく、うん、やるって決めたら、うん、責任は果たせっていうのは、うん、根本と言ってるんですよ、うん、やっぱりやるって決めたらその場のやるべきことは、ね、自分にはあると思うので、うん、やっぱりそれはね、うん、やっていかないと。そうですよね、うん、自分の職業を愛するっていう努力って必要かもしれないですね。ですよね、うん、だからその中で一番になることを目指せば、どんな狭い、ね、うん、形のところ職場であっても、うん、その中で一番になろうってまず思うことですよね。そういう、うん、その思いがあればね、うん、なんかこう意欲というかね、うんうん、なんか 愛も生まれてくるんじゃないかなというふうに思うんでね、うんうん、なんかもう単純にもう丸か×かとか黒か白かで割れるもんじゃないというふうに、ね、ね、だから近くにね、うん、そういうあのお仕事を求めてらっしゃる方だったり、うん、若い、ね、世代の子たちだったり、うん、また小学生とかね、まだちっちゃい子とかでも、うん、やっぱりこう仕事についてってすごい話してみたらば、ね、そうですね、いかがでしょうか、うん、と思います。明日の日本のために、はい、ということで、はい、ね、支援をご覧いただきましょう。シャナナ TV スタッフ大募集、あなたもシャナナ TV の楽しいメンバーと一緒に番組作りに参加しませんか。楽しくてしかもためになるシャナナ TV の収録現場を一緒に盛り上げてくれる元気いっぱいのあなた、今すぐご応募ください。5秒前4 3 2。ご応募はシャナナ TV ホームページ、メール、シャナナ TV フェイスブックページから。はい、おかえりなさいね。もう今すごい冷や汗かいてるのはですね、なるほどバナナのための時間が全然残ってないんですよね熱く語りすぎた語りすぎたね、はい、はい、
ね、今日ね、アミコさんからね、あの日頃の素朴な疑問、うん、あの神手ってどっちって言うんですね、うんうん、神手で、それって神座と関係あるのついてるね、そうそう、うんうん、でね、僕ら舞台の人間からすると、うん、まあ舞台の人間なんですけど、うん、あの神手言ったらこっちなんですよね、こっち、こっち舞台ですよ。そっちお客さんね、あのテレビ見てるでしょ、見てる側の人から見て僕らこっちですわ、こっち神手です。見てる人から見ては右手、うん、出てる人からしては左手、うん、で、まあこっちが下手ですわ、うんうんうん、まあ僕の方が偉いんですよ、うん、偉い方向なんですね、うん、で、これはですね、日本古来の、 あの太陽が昇る、うん、太陽が昇る方向が神で、うん、沈む方向が下やという考え方からどうやら来てるらしいです。じゃあバカモンだったら逆になるだけ、ね、その通りなのだ。何やそれ。時間ない言うて、時間ない言うてね。はい、乗るから乗るから乗るからね。トンボ帰りなのだよね。はい、はい、で、そして、うん、まあそういうところから始まってるんですけど、うん、言うたらあの見る側の人から見てとか、うん、例えばあの僕が左とか右とかこっちで言うたらややこしいでしょ、うん、見る側の人からしたら、うんうん、左手上げてください、左手に向かってください言うた時に僕からしたら左手こっちですけど、うん、お客さんからしたらこっちじゃないですか、うん、でそういうのややこしいから上手下手、あ、上手下手っていう言い方をした方が、うん、まあすごく納得がいくというか、うん、分かりやすいのでそういうふうな言い方をすると、うん、分かりやすいか、分かりやすいでしょう。一回覚えてしまうしまいですから、うんうん、ね、こっち神です、うん、こっち下です、時間ないですよ、はい、はい、分かりました。で、もうないじゃないですか、神座下座。これはね、なんかいろいろルールがあるんですけど、考え方は一緒です。資料多いんですよ、ね、13ページあるんですよ。なんでこれあと20秒で言わなあかん。出入り口から遠い奥の席が神座、それから左上下のしきたり、左側が上位です。それから、着席順の決まりとしてはお客様とか、偉い人が上座に先座ります。それから入り口が2つある場合には、想像しくない方の入り口から遠い方が上座です。ああ、よかった。で、ね、めっちゃね、いっぱい図とかね、めっちゃ用意してあるんですよ、これ。わかります？めっちゃ用意してあるんですけど、全然ね、喋る時間がもらえなかったので、各自ググってください。では、バナナ TV